皆さんお世話になっております。偏差値親父です。ということで偏差値親父がお送りします大学への道第2章はその名の通り偏差値偏です。さあ今日それ行っていきたいと思います。第1章を見られた方 ありがとうございました。温かい目でよろしくお願いします。あと間違ってる情報があるかもしれませんので、あくまでもエンタメチックに見ていただけたらと思ってますのでよろしくお願いします。で、第1章がですね、いわゆる一般受験にするのか推薦入学使うのかという話で、まあ東洋大学とか武蔵大学が候補には推薦では上がってたんですけども、それを蹴った。じゃあどこに行くの、どこ狙ってんのっていう話じゃないですか。そこのところ今日行きたいと思います。それで私もその材料がないと話しようがないので今息子に行ってきてですね、なんか直近のね、あの模試のデータちょっと見せてくれって言って、あの言いに行ったらやっぱりもう一度怪訝そうな顔をされまして、何に使うのとかっていう話で、大丈夫その伏せるからっていう話でね、もらってきたのがですね、一番直近のやつがこちらですね。はい、進研模試3年生6月共通テスト模試というやつです。ですから1ヶ月前のやつですかね、それの、成績が出てたんでそれをもらってきました。でじゃあ息子はどういうその分類で受けるかっていうと、もう典型的な私立文系型ですね。ただですね、これは中学受験やられてる方は分かると思うんですけども、中学受験って合否の分かれ目って数学なんですよ。算数か。ですので、そこを突破してるんで、息子自体がもう完全に理数系が嫌いかっていうと、そういうわけでもないんですよ。どちらかっていうと、理数系が最初は好きだったんですけども、やっぱりブンブン回しますんでね、理数、まあ、特に数学を。まあ、いつの間にか気がつけば、私立文系という形です。ただ一つぐらい前期の国立は受けるかなとかっていうふうには言ってました。はい、この辺はまた後で、言っていきたいと思いますけど、今日はね私立文系編で見た今んとこ何が得意で何が不得意なのかっていうのをちょっと皆さんにね共有していきたいと思います。さあ行きましょう。まず私立文系っていうと英語、国語、まあ地理公民になりますよね。でまず英語からちょっと見ていきたいと思いますけど、英語の配点がこちらです。はい、ですね、英語は割とまあ好きというか、その3教科の中ではできる方だと言ってました。のでまずまずですね、200分の161点、はい、で偏差値が、73.5 で母数がですね、これ41万4706人中9007位ということで、まあまあまあいいんじゃないですかね。偏差値が 73.5、 まあベネッセってね、進研模試って偏差値が上がりやすいし、おそらくこれはどうでしょう、浪人生は受けてないんで、そのね普通に見るとやっぱ可愛いを見ないといけないんですけど、ちょっと直近はこれだったんで今日はこれでやりますので、まあ英語的に言うとまずまずということでしょうか。で基本的には基礎固めはもうできてるみたいなこと言ってましたね。あとはやっぱり、長文とかの早く読むとか、やっぱ単語とかがまだ詰まってないかなっていう話です。はい、なのでまあまあですね。で次に、地理公民、これどれを選択してるかっていうと、世界史です。はい、で世界史の点数がこちらです。はい、100分の78点で偏差値が 66.3 で順位がですね、母数が72266分の5871ということで、こちらはですね実は英語よりも本人は得意だと言っておりました。ただまだ全部ね網羅してないので、まあこのぐらいでちょうどいいんじゃんって言ってましたので、ですので偏差値が 66.3、 まあこんなもんでいいじゃん今はっていうふうに言ってました。ですのでここで分かっていただいたように、英語と
歴史、世界史はそこそこ取れるというか、まあベネッセではまずまず取れるんですけども、言っちゃってるのがですね、やばいのが国語なんですよ。国語がこちらです。さあ200分の62点、これは厳しいですよね。はい。で、偏差値がなんと 39.8、 これ壊滅的ですよね。はい。で、僕もね、国語が低いっていうのは知ってたんですけど、これ低すぎないって言ったら、大問1個寝ちゃってすっ飛ばしちゃったって言ってるんですよ。ですから、賞味150分の62らしいんですよね。うん。にしても、低いね。だって、母数がですね、393,332人中32万人です。2万位ですから、これは壊滅的にやばいです、ね。しかも平均点が93点あって自分が62点、これはやばい。ということで、やっぱり息子のスペックは、英語と、世界史がグッといって、国語がドズンと下がるというパターンですね。うん。で、じゃあ偏差値がこれぐらいで、じゃあどこら辺ね、志望校やってるのかなと思ったら、見ましたら、まずこちらです。私立の成城大学の、文芸学部文学科 S、 うん、ここら辺はよくわかりません。はい。募集人数10人、こんな少ないんですか。これ知らないですね。で、一応、偏差値がですね 64.9、 これはどういう計算で 64.9 になってるのかな。あ、国 A3 教科で言うと 64.9 になるということですね。国語は低いんだけども、他の2つで上げてくれてるので 64.9 で B 判定で、学内順位が3位ということで、うん。だからまあ、このくらいなのかな。うん。まあ、B ってね、悪くないですもんね。うん。あとはですね、こちらですね。はい。こちらも私立の青山学院大学、経営学部、経営学科の全学部。募集人数25人。こんなに少ないの？ここまで知らないですけどね。こんな少ないんだ。で、これが C 判定ですね。はい。で、これが 70.7 という偏差値が出てまして、これはどういう計算で 70.7 になるんですかね。リーディング、英語のリーディングと世界史なのかな。もしくは英語と世界史だとこのぐらいになるのかな。うん。なので、多分これ国語がないバージョンですね、多分。うん。だから国語がないと偏差値が 70.7 まで跳ね上がる。で、国語があると 64.9 というね、こちらね。うん。だから、どうなんでしょうね。C 判定ということになってます。はい。まあ悪いわけではないでしょうね。はい。で、次。じゃん。慶応大学、小学部、小学科 B、120人。うん。で、これが C 判定。偏差値 77.5。 これはどういうで 77.5 になるんでしょうか。 77.5？ だってリーディングでも 74.6 しかないのに、なんでこれそんな跳ね上がっちゃうんでしょうかね。これはね、ちょっとよくわかりませんね、このからくりは。英語だけ、しかもリーディングだけでもどういう計算なんだろうっていうふうに、わかんないことはあるんですけども、だから、これ見ていただくとわかると思うんですけども、おそらく日東駒線を蹴ったのは、やはり G マーチ、少なくても生成名学ですね、に行きたいのかなっていう感じは受けますね。で、慶応っていうのは国語がないんですよね、そもそも試験に。英語と、地理非公民と、小論文か、小論文があるんですね。だから小論文とかこれ入ってないんですよね、この慶応にはね、判定には。なのでやっぱり
なんだろう、自分に合った学部をどう選ぶかっていう、これ情報戦はね、かなりあるのかなと思ってますよね。うん。だって、慶応と、青学が同じ C 判定になっちゃうというね。うん。ただこの70.7 と 77.5 のからくりはちょっとよくわからないですね。はい。で、しかも、全部使うね、三教科型の正常になると、64.9 まで下がっちゃうという。でも、まあ一応 B は出てるということなんで。で、ですので、こう見ると、おそらく、東洋大学を蹴ったのは、東洋より若干上に行きたいんだろうなという、その志望校一覧を見るとね。いわゆる G マーチ系ですね。はい。あとは、関西で言うと、カンカン同率。この辺を狙ってんのかなっていう感じですね。まあ、直接息子に聞いたことはないんですけども。ということで皆さん、国語がやばいので、国語を切って、このまま突き進むのか、なんとかこっから国語を爆上げさせるのか、ここはですね、まあ、第3章でやっていきたいと思います。ということで、またね。